まあ、ありがとうございます。えっと、今日は、ルーンファクトリーオーシャンズのポップアップショップの開催が発表されています。期間が12月3日から12月16日まで。えー、東京駅の一番外で開催されるみたいですね。えー、っとどんな商品が発売されるかと言いますと、 東京一番街東京キャラクターストリートポップアップショップ開催インフォメーションルームファクトリーオーシャンズ雑貨屋ツインズイン東京キャラクターストリートというのが開催されるようです開催期間は3日12月3日から12月16日営業時間は10時から20時30分ということです最終日のみ18時までとなっております開催場所は東京駅八重洲北口地下1 東京駅一番街、地下一階、北通り、東京キャラクターストリート、次階段下、ワゴンショップとなっております。で、アイテムなんですけれども、このように、缶バッジ、単品、ボックス、キーホルダー、単品、ボックス、キャラクターのパス、アクリルアートボード、マグカップ、グラフアート、 これも缶バッチ単品コンプリート。アクリルプチスタンドの単品コンプリート。キャラクリアケース。スマキャラスタンド。デカアクリルキーホルダー各種。そして、数量限定で購入特典ポストカードが3種類の中からランダムでもらえるみたいです。えー、商品を2200円お買い上げごとに ポストカードも、カードをランダムで1枚プレゼントということみたいです。えー、っと、オーシャンズも10周年っていうことで、まあいろいろキャラクターグッズ展開などもされるみたいですけれども、まあ、なんかこういった盛り上がりで、えー、っと、新たにスイッチになったりに移植されたりとか、 そういった展開があるのかなと期待しています。よろしければチャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。ありがとうございました。